台湾の高雄では6日のマグニチュード 6.4 の地震でウェハー工場のウェハーが破損しました。 iPhone 用チップの Apple A9 の生産基地である台積電14床の2、3日間の生産停止は Apple の世界サプライチェーンの生産に影響を及ぼします。業界の予測によると今回の地震により最大100億台湾元の損失になります。ウェハー後期製造大手工場日月光は早ければ3月3日にシーピン精密工業の買収許可がおります。よってシーピン精密工業の株式公開買い付け期間が3月17日に延長され、予定期間より1ヶ月間の延長になります。多国籍金融機関ビザは新しいビザの開発を発表しました。これは支払いに関するさまざまな技術、製品やサービスを世界中の開発者に提供し、さまざまな金融アプリを制作するための新しいオープンプラットフォームです。オープンシグナルは台湾の4ギガ開始1年後、カバー率は 79%、世界ランキング10位でしたが、その一方でインターネットの4ギガの平均速度は16Mbps で世界ランキング25位とグローバル4ギガモバイルネットワークステータスレポートを発表しました。国内の4ギガネットワークカバー率は良好ですが、速度の改善が必要だと分かりました。新東人テレビがお伝えしました。TSMC